時時刻は9時43分です FM 大阪マルシェ毎週水曜日のこの時間はビッグマルシェ663万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニューズピックスとのコラボレーションで国内外100メディアのニュースのほかニューズピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきます今週もニューズピックスの平山さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますおはようございますよろしくお願いしますさて今週は 去年作られ話題になりましたデジタル庁について。はい。まあいわゆるデジ庁ってやつなんですけど。はい、デジ庁どうですか。はい、あのデジタル配線っていうのは日本でね言われていて、まあ圧倒的なこう行政 DX、うん、まあの遅れっていうのを契機に昨年設立されたのがデジタル庁なんですけど、はい、まあコロナをめぐるねシステムの露呈したもう,う致命的なねデジタルが、うん、遅いよっていうのが。 あるので、まあ、ここどうにか変えていこうということを主眼にしているところなんですけどデジタル改革の中で、まあ、昨今ですね最も注目を浴びたのがコロナがね蔓延する中で、うん、なんか契約書の書面に押印するだけで出社しないといけないっていう、うん、なんか多くの人がね犯行を押しに行かないといけないっていうところでまあ これはね、デジタルで OK って変わったんですけど、まあ、アナログ日本を象徴する出来事だったんですけど、うん、これ実は同じことがね、結構いろんなところで起こっていて、はい、さらにと行政の中でもやっぱり起きているんですよね、うん。デジタル庁はですね、アナログ規制を見直してデジタル化を進めたるために活動しているんですけど、はい、まあどんなことをしているのっていうのを、まあ、ちょっとお話ししたいなと思っていまして。お願いします。で 実はですね、デジタル化を阻むものの中の根幹と言っていいものが、うん、行政システム自体が技術革新を想定していないっていことなんですよね。おお、そこですかです。はい。なので、あの岸田首相がですね、はい、トップとなってデジタル臨時行政調査会っていうものを発足して、しゅしゅあの招集しているんですね。うん、で、これはあのデジタル庁の職員を中心に事務局が作られて、まあ、規制改革に向けて。 デジタル化が、あの、幅の規制を洗い出そうと、まずは。うん、で、対象となったのがですね、一万件にも及ぶ法令。だったんですね。一万。はい、一万件の法令から、うん、あの,アナの、アナログでやらないといけない七項目っていうのを。はい、まあ、注力的に抽出作業というのをやっている。うん、や、今、まあ、実際やったというのが、うん、まあ、最初の作業だったんですね。はい その7項目アナログどういうものかというと例えば目視規制とか常駐専任対面まあ対面じゃないとダメですよ対面講習とかあと実地監査現場に行かないといけないですあと定期検査まあ定期的にちゃんと見てくださいよってやつとかあと書面提示であと応報閲覧ということであのその場に行ってみてくださいとかあと紙で出してくださいみたいなこういうアナログなものっていうのを中心に えと探そうって形で始まったんですけど、はい、事務局のメンバーおよそ20人いて連日ですねこう全ての法案を検索できるあの行政の情報を見れるポータルサイトってのがあるんですよ、うんはい、でそこに延々20人の方がもう毎日キーボード叩いて、うん、あまずこっからだということで、はい、11月のちょ中旬から12月の末まで、はい、ほぼ毎日朝から深夜まで、うん、ずっと探し続け検索し続けるという。うん もう終電までとかあと土日もずっと働いてって形で1万件調べるということから始めてるんですよねご苦労様でございますはいでそのひたすら地道な作業を続けた結果ですね、うん、あの問題の根深さが浮き彫りになってなんとですねおよそ5000の条項にデジタル化を妨げるもう前時代的とも言える規制があったってことが分かったんですね、はい、でこれ例えばどういうのあるのってところなんですけど 河川やダムの点検あの、まあ、定期的に点検しないといけないんですけど、うん、今ってこうドローンが危険なところをこう飛んでいって撮影してここ危険だねちょっと点検おかしいねって見れるんですよね。そうでそうテクノロジー技術でも確立されているんですけど、うん、法律に維持修正のため基本的に目視で点検って記載されていうことは実際現場に行って,行って目で見る。自分で 人,そう人が見ないといけないって法令に書かれてるんですよでもさ橋の下とか危ないじゃないですかそうなんですよなので無駄に人力を使わないといけないっていう法律になってるんで、うん、ドローンだと正式じゃないんでダメなんですねこれがデジタル化を阻んでる条項なんですよねうん、うん、で他にはこれちょっと面白いというかえそうなのってことなんですけど、うん、あの事業者の方が役所に対して申請書類を提出すると、はい。 えー、書面または光ディスクによる提出のみで定められているんですよ。まあ書面はまだね、はい、なんとなく光ディスクってクあのもう聞いたことない人も CD-ROM とか DVD で出せってことなんです、ですね、なのでい未だに CD-ROM 使ってる方いらっしゃるんですよ、こういう形で。うん、あ、提出のために。で、はあ、も見ないと思いますけど、ほとんど。んなのでこういう。 この今の時代に例えばクラウドサービスでファイルを転送したりとか、うんうん、あとメールすらまあ認められてないんですよねええーはい、すぐじゃないですかファイル転送した方がそうなんですよとりあえず書面化光ディスクなんでええーはい、なのでこういうところが結構意外とこうデジタル化進んでないじゃなくてデジタル化を進めるために規制がすごくいっぱいある、うん、でここ今洗い出しているただじゃあななんんでこんなに こんな状況になってるのっていうのが思うと思うんですけど、はい、これ日本の行政システムや社会っていうのはですねこれ戦後から令和の今に至るまでですね昭和の高度経済成長期にできた制度でずっと維持運営されてるんですよね、うん、なので多くの行政関連の手続きが書面たあと対面ですね直接あってっていうふうな設計のまま誰も直さずに来てるっていうもう今まではそれでいけたんでしょうねそうなんでですよただこのコロナ禍ではい それじゃあダメだということが皆さんん気づき始めたんでしょうね,うね、はい、あと世界を見ると通常でインターネットを使って別にね場所問わずデジタルでやってるっていうのもあるんですけどそこはちょっと日本はまだ進んでなかったというところなんですね。で事務局の方もこれに対してまあ誰も変化を求めていなかったっていうこととかあと変化を好まない社会でありますよ、ね、日本って変化好まないですよねっていうのがあるんじゃないかなとおっしゃっていたり。 するんですよね。こう拒否しちゃう時もあるのかな。そうなんですよ。あと一つ問題があって、日本の法律とかって、うん、あのそれぞれのあの省庁とかが縦割りで持ってるんですよね。うん、なのでなかなかこううちの省庁はこれだけど、うん、あっちの省庁のところまではちょっと口出しできないみたいなのがあって、官轄、うん、が違うとか、ね。そうなんですよね。ねっていうのがあるんで、うん、今回なのであの総理直轄でこういうプロジェクトで横串でしがらみなくやってくれ。うんうん とというこでで進んでいるので少しし加速しているというところなんですね。で、えー、と実際にですねこの事務局の方々っていうのは公的機関だけとやり取りしてるわけじゃなくて、うん、あの規制とかそういう省庁もあるんですけど有望な技術を持つスタートアップにヒアリングしたりもしてるんですよね。<ー>であこういうテクノロジー持ってるんだとかあこういう技術使えるんだと徹底的に議論した上で、うん、まあその結果 デジタル時代に役立つ技術をたくさん見出していて、うん、今後、ですね例えば AI ですとかドローンとかビッグデータの分析とか、うん、まあこういうものをデジあテクノロジーマップっていうのを整備して、はい、どういう規制に対してどういう対応ができるのかっていうところまでちゃんと落とし込んでいこうとされているらしくて結構だから頑張ってやられているんですよね,そうですよねだってもうねずにほぼ、ねはい、朝から晩まで頑張ってますもんね。 でまあ、今後ですねこれ4万件に及ぶ、えー、政省令まあ法律とかですね、うん、各種の通達含めたものまでそれ全部からアナログ規制洗い出してもう3年間で一気に見直していきたいと思っているということ<ー>なのでこのね何年かで一気に変えたいと。<laughs> はい これまでのこう海を出すじゃないですけどそうでしょうね先輩ちょっとやっててよって多分後輩思ってると思うんですよある程度んでこれみたいな残ってると思うんですけどなのでちょっとねデジタル化進んでないとかいろいろとねデジタル何してるんだって話もあるんですけど実際は結構地道なところから頑張ってくれてるというところはある今後ね期待できるとこかなと思ってるんですけどこのあの出てきたものっていうのは既に改革基本プランっていうのが えと今月の下旬に正式に取りまとめられるらしくてですねうん、うん、で毎年6月頃にあに政府が出している、まあ、いわゆる骨太の方針ってよくニュースで出てると思うんですけど、はい、まあ,あれに取り込まれて実際に走り出すんじゃないかと言われているので近々いろいろとニュースとしてねこういうのが出てくると思うので、うん、ああこれのためにアナログのやつやってたなって思い出してもらえると。うんうん まあデジタルもなんかやってるんだなってなるかなっていう感じですねあの会議とかもそうですけれどもこの資料文いるかなっていうのもコピーしてたりもありますもんねやっぱりなん、ね、だからちょっとずつアナログからデジタルにもう移行しないといけない時代が来てて会議は本当にもう進んでるじゃないですかそうですねはいだからねえまだまだ 書類が私の目の前にもいっぱいあるなと思って <laughs> そうですねけどまあなかなかねすぐにね本当にな,なかなか変わらない変化を求めないって今ありますけど、はい、まあ少しずつでもね便利になるように変わっていくといいなと思いますね、うん、そうですねあのー、少しずつだったら受け入れられる方も、ねはい、いるんじゃないかなと、まあ、いろんな方いらっしゃいますからね、はい 思います、えー。このピックマルシェ、音声を YouTube でお楽しみいただけます。マルシェのホームページにピックマルシェのバナーがあるので、そこをクリックしてください。過去のオンエアデータももうアップされています。そしてニュースピックスアプリで記事を探す場合は、カタカナでピックマルシェと検索をしてくださいね。今週もニュースピックスの平山さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。